あ、ミュートになってましたね。ありがとうございます。それでは気を取り直して、もうすぐクリスマスということで、クリスマスは皆さんいつですか？毎年12月25日ですよね。この間僕なんか、今年クリスマスは12月25日ですって言ったら、毎年ですよって言われたんですけど今年は12月25日というか毎年に12月25日なんですが、なぜ12月25日だか知ってる人いますか？クリスマスはなぜ12月25日なんでしょうか？一般的な答えは何ですか？12月25日は何をする日ですか？皆さん何回クリスマスしたことあるんでしょうかクリスマスは何をする日かというと、イエス・キリストの誕生をお祝いする日ですね。イエス・キリストの誕生をお祝いする日。多くの人はですね、イエス・キリストは12月25日に生まれたんだっていうふうに思ってる人が多いんですけれども、それはどうだか分かんないんです実は。12月25日に実際に生まれたかもしれないんですけれども、実際には分かりません。何日に、何月何日に生まれたのか 100% の確信を持っていくことができないんですね。聖書に書いてないから、何月何日に生まれたかと、で実はクリスマスをお祝いするようになったのっていうのは、教会の歴史を見ても、一番初めからお祝いしてたんじゃないんですね、どうやら。クリスチャンにとって大事、一番初め1世紀のクリスチャンから大事だったことは何かというと、それは、イエス・キリストが復活したということがまず一番初めに大事だったんですね。ですからイースター復活祭というのはすごく大事だった初めから、またイエス・キリストが生まれた後に、神殿に来たということも大事だったんですね。しかし、クリスマスを実際にお祝いするようになったのは、4世紀かららしいですね。4世紀頃から、しかしその4世紀頃からクリスマスをお祝いしよう、イエス・キリストの誕生をお祝いしようとなって、それから、千何百年間、教会は歴史の中でそのクリスマスをとても大事にしてたんですね。ですから、クリスマス、イエス・キリストの誕生の絵をですね、皆さんにちょっとこれから何枚か、ご覧いただきたいんですけれども、見ていただけますか。ちょっと見にくいですね、光の当たり具合的に。まあ、でもちょっと見てみてくださいね。見えるかな。次、これは17世紀の絵だそうですね。さっき見たこちらは15世紀、600年ほど前なんでしょうか。これが17世紀の絵。そして最近になるとこういう絵もあります。この3枚の絵、すべてイエス・キリストの誕生を描いてありますけれども、いろいろスタイルが違いますよね。しかし共通点があります。何でしょうか ?3 つの共通点。これと、これと、これ。マリアがいる、そうですね。マリアはいます。まあ、マリアがいて、赤ちゃんがいる。それはまあ共通点いいところに気づきましたね。他には何かありますか？光ってる、はい。何が光ってる？赤ちゃんが光ってるんですよね。赤ちゃんに光が当たってるというよりも、むしろ赤ちゃんから光が出てるんですよ。これはまあ分かりやすいですよね。赤ちゃんから光が出てるし、これもそうですね。赤ちゃんから光が出てるから周りの人が照らされてますよね、光の影とかを見ると。でこちらもそうですね。赤ちゃんから、巫女イエス・キリストから光が出てるから、マリアの、それを見ているマリアの顔が明るく照らされている。共通点は巫女イエス・キリストが光の源であるっていうことを、その絵は3つとも示しています。で先ほど、なぜクリスマスは12月25日なんですかっていうことを言いましたね。でなイエス・キリストの誕生日が実際に何月何日かわからないのに、じゃあなんで12月25日になったんでしょうかっていうことをいろいろ、まあ諸説あるんですけれどもね、3世紀頃、クリスマスをお祝いしようってなった時にいろいろ議論があったんですよ。これ、イエス・キリストが生まれたのは実際に1月じゃないか、いやいや、
羊飼いたちが外に行って羊を飼ってたってことは、これは春である可能性が高いということで、3月4月5月という唱える人もいたし、いや11月だったんだって唱える人もいたんですね当時。でも最終的には12月25日に落ち着いた。なぜかというと、一つの説としては、その時3世紀までローマっていうのは、まあクリスチャンの国じゃなかったんですけれども、ローマ帝国では、この異教徒たちが太陽をお祝いするということで12月25日にそれを毎年やったらしいんですね。12月25日に太陽をお祝いするということをしていた。そして、じゃあこの、クリスマスを、まあ、ちょうどいいからその日にしちゃおうっていうふうにその時の人は思ったそうです。じゃあなんで12月25日に太陽のお祝いをしてたと思いますか。12月25日になんで太陽のお祝いをしたんでしょうか、人々は。それはなぜかというと、冬至って分かりますか。冬至、冬至っていうのは1年で最も日が短い日、1年で最も太陽が、出てる時間が短い日が冬至っていうんですけれども、大体ですねこの冬至っていうのは、ほぼ毎年12月の、22とか21、今年は12月21日だそうです。でも大体11月21、22、23のその3日に入るそうなんですけども、ですから12月25日っていうのは当時の人々にとってみたら1年で最も日照時間が短くて、1年で最も太陽が、を見ることができない日だったんですね。でシアトルに住んでる私たちはどうでしょう、皆さん太陽の存在、皆さんまだ覚えてる人、太陽ってそんなのあったなみたいな感じですよね。太陽なかなか出てこないから雨ばっかりで、でどん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 日が短くなってって、結構シアトルは極端ですよね、この地域は。そして僕毎年思うんですけれども、このクリスマスの時期が来ると、あやっと折り返し地点、これから太陽を見る機会がどんどんやっと増えてくるんだ、最悪の時期はもう終わったんだ、でちょっとだけなんか希望が持てるというか、嬉しくなります。で当時の人々も、そのような多分心理的な状況があってですね、やっと折り返し地点に来たんだということで12月25日に太陽のお祝いをしていた。そしてクリスチャンたちが、じゃあ、クリスマスもその日にしようって言ってそれにしたわけですね。それからで12月25日、イエス・キリストの誕生をお祝いするということが始まりました。で、まあ、その経緯があったわけで、まあ、それがいいのか悪いのか、いろんな考え方があると思うんですけど、ある側面では僕はそれ良かったと思うんですね。なぜならばクリスマスのすごく大きなテーマは何かっていうと、それは光だからです。光、闇の中に光が輝いているっていうことがこのクリスマスの大事なテーマだからです。ですから、私たちこの、部屋を見回しても光がたくさんありますよね。上を見ると電飾も光がたくさんあるし、クリスマスツリーもたくさん光があります。皆さんの中で家を、なんて、家の外側、明るく照らしている人いますか。いろんな電飾をつけたり飾りをつけたりしてやった人、アメリカでいろいろやってる人いますよね、工夫して。一人だけ、皆さん他の人は誰もやってない、やってないんですか。じゃあ皆さんにですね、来年のアイデアを皆さんにちょっと差し上げたいと思います。こうしたらいいよ、結構手軽にできてとてもとても目立つやり方、これどうでしょうか。分かる人、この家はとても綺麗にやってますよね。でこちらのはよく見えないけど、ここに矢印こちらにあるんですけど、 Ditto っていうのは右に同じって意味ですね。右に同じ、私たちも同じなんで右を見てください。来年のアイデアにいかがでしょうか。とにかくこの、クリスマスといえば光なんです。闇の中に光が輝いている。今こちらの、ろうそくが輝いていますけど、先ほどつけていただいた、毎週毎週一つずつろうそくが灯されていくっていうのもそれを象徴していますよね。だん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 とクリスマスが近づくことによって、イエス・キリストの生まれたということをお祝いする、そのことを待ち望むということで、光がだん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 とついていて明るくなっていくんだということをこのキャンドルは表しています。でこの間アドベントについてもちょっと説明しました。アドベントの一番大事なテーマは 何でしたっけ。アドベントで最も大事なことは何かというと、それは待ち望むということですね。待ち望む、この間ちょっと紙に書いて説明したんですけど、こういうことですね。何を待ち望んでいるんですか。アドベントっていうものは、クリスマスから遡って4週間をアドベントっていう時期なんですけれども、
でアドベントっていうのは来るって意味なんです。到来する、来る。そうだから、何かが来たことを待ち望むんですね。来ることを待ち望む、それがアドベントです。じゃあ何が来るんですか。それはイエス・キリストが来るんですね。2000年前のクリスマスはここです。イエス・キリストの降誕。そして昔の人々は旧約聖書の預言を信じ、そしてイエス・キリストがメシアとして来ることを待ち望んでいたですね。この2000年前を待ち望んでいた。じゃあ私たちは今何を待ち望んでいるかというと、それはイエス・キリストがもう一度来られる再臨と呼ばれます。この世の中に、この世界にイエス・キリストがもう一度来られる、今度は王の王として、主の主の主の主として来られることを待ち望むんですね。昔の人々がイエス・キリストが来ることを待ち望んだように、今も私たちはイエス・キリストの再臨を待ち望んでいるんだ。で私たちはイエス・キリストが初めて来た、そして2回目に来る、その間に住んでるんですね。今私たちは今このどこかにいます。再臨がいつ来るのかは分かりません。誰にも分からない、天のお父様にしか分からない。じゃあ私たちはこのどこかにいますね。ですから今私たちのこのアドベント、またクリスマスをお祝いする意味というのは、私たちは過去イエス・キリストが生まれたことをお祝いする、後ろを見る。私たちはここをお祝いし、そして昔の人がメシアを待ち望んで喜んだように、私たちも、もう一度イエス様が予言の通りに来られるんだということを待ち望むわけですね。お祝いし、過去に起きたことをお祝いし、そしてこれから起きることを待ち望む、それがこの、アドベントの大切な意味となります。待つっていうことが好きな人いますか。私は待つことが大好きです。私の趣味は待つことですって。なかなか待つのが大好きな人いませんよね。僕も待つってことはあんま楽しくないですね。でこの待つっていう時にどのように待つのか、これは活動的に待つことを私たちは、聖書全体から考えると活動的に待ちなさいっていうことが聞こえるんですね。活動的に待つってどういうことか、僕が今将来を、自分の生涯を振り返って、いつ僕は活動的に待ったことがあったかなと思ったら、それは自分の子供が生まれる前ですね。妻が妊娠をしている時、その時に、もう必ずそれ起こるって分かるわけですね。子供があと何ヶ月後には必ず生まれる、これも分かっています。でそのことを待っている状態、すごく楽しみですよね。ワクワクして、でただ待ってるって何もしないで待ってるわけではなくて、子供が生まれたら、使うであろうカーシートを買ってきたりとかですね、ストローラーを買ったり、ベッドを買ったりとか、この子供が生まれるっていうことを、念頭に置いて今やることがたくさんあるわけですよ。でそれをやることが、本当だったらだらーっと待ってるだけだったら暇だな、退屈だな、つまんないな、なんですけど、その時の活動的に待つっていうのはすごくですね、もう心がワクワクして喜びがあふれてくるような待ち方ですよね。皆さんそういうこと経験したことありますか。心がワクワクする待ち方、そして何もしないで待つのではなく、そのいずれ必ずやってくることのために活動的に待つということ、それが今私たちがこの世で召されている待ち方、活動的に待つということですね。光の話に戻りましょう。光っていうのはどれぐらい大事ですか。皆さん、光がもしこの世からなくなったらどうでしょうか。もし、この聖書を読んだ2000年前の人々に光って聞いたら何を連想すると思いますか。昔の人は今だったらね、電気とかいろいろあるけど、昔の人に光って言ったら何を連想しますか。一番大事な光は何ですか。太陽。そうですね、太陽ですよね。最も大きな光、最も大事な光は太陽です。じゃあその太陽のことをちょっと考えてみましょうか。もし太陽が光を失ったら皆さんどうなるでしょうか。皆さんの生活は、はっきりと科学的にわからないんですけど、いくら何人かの科学者がですね、もし光が太陽からなくなってしまったらどうなるかっていうことを計算してみたんですね。このようなことが起こります。もし太陽が光を失ったら、もちろんめちゃくちゃ寒くなります。当たり前だけど、どれぐらい寒くなるか、
1週間後には地球の平均温度がマイナス18度、これは摂氏ですね、マイナス18度になるって。1年後には地球の平均温度はマイナス100度に達します。そして最終的には地球の、平均温度はマイナス240度の世界になるっていうんですね。もしかしたらなんかいろんな技術とか使ったらどうしよう、この辺までは生き延びる人いるかもしれませんけど、マイナス240度はさすがにちょっと難しいんじゃないかなと思いますね。しかも太陽の光がなくなるってことはどういうことかというと、植物は全部死にます、光合成できないから。そして植物を食べている動物も死にます、食べれないから。そしてその動物を食べている動物も死にますっていうことで、この地球からですね、ただ真っ暗になるだけじゃなく、ただ寒くなるだけじゃなく、全ての生き物が死んでしまう、もちろん人間も。海は全部凍ってしまう。光がなかったら私たちは生きることができないんですね。闇の中で私たちは生きることができません。光は私たちの命の源で、それぐらい光というのは大事なんですね。そして聖書は言うのは、神は光である、私たちの光である。もちろんその意味は、神様が私たちの命の源であるということを含みます。そのような意味もある。ただそれだけじゃないんですね。もっと深いところがある。それは何かというと、それは今日の御言葉のところでは何て書いてあるでしょうか。神は光である。そしてこの方には罪がないですね。神が光であるというのは、それは神が私たちの、命の源であり、私たちの命を支えてくださる方であると同時に、なぜそれができるかというと、神様には全く罪がない、全く悪がないからなんですね。神様は聖なるお方である。聖書の一番初めの部分で創造のことが説明されています。神様がこの世界を作った。そして神様は特定の順序で全てのものを作りましたけれども、神様が一番初めに作ったものは何でしょうか。神様は何て言いました。初めに言ったことは、光よあれと言って、神様は一番初めに光を作ってるんですよね、この世界で。今日時間なんで詳しく説明できませんけれども、不思議なのは、太陽とか月とか星を作ったのは4日目に作ってるんですよね。光よりも後に作ってるんですよ。これ面白いですね。光をまず作って、その後に太陽を作ってるんですね。すごく興味深いところです。神様は光をあれと言って光を作った。そして光と闇を分けたっていうふうに書いてあるんですね。光と闇を分けた。じゃあ神様は闇を作ったんでしょうか。光と闇を作ったってことは、で光を作ったってことは、神様は闇も作ったんですか。どうなんでしょう。闇は神様は作ってないんですよ、実は。なぜならば、闇っていう状態は光がない状態を闇っていうからですね。闇で光がない状態を闇っていうから、神様は闇を作ったわけではなくて、何もなかった状態がそもそも闇なんですね。そしてそこに光を作ったことによって、光と闇が分けられました。ですから今日の御言葉でもあるように、神様の中には全く闇がないということで、光の中には闇が存在できないんですよね。だって、光のない状態を闇っていうんだから、光の中に闇が存在できるわけないですよね。神様は光であるから、神様の中には闇が全くありません。神様の中には罪とか汚れとか悪っていうものが全くないんですね。神様の中にはそういうものが入るっていう余地が全くありません。じゃあ私たち人間はどうでしょうか。私たち人間には罪があります、悪がある。私たち一人一人は闇を抱えています。そしてだからこそ、本当のこの命を生き生きと生きることができない状態に私たちはあるんですね。死という問題を私たちは全ての人が持っていて、そして死という力に対して私たちは勝つことができません。なぜか、それは私たちのうちに闇があるから。そしてその闇っていうのは、先ほど言ったように、神様
光である神様がいない状態を闇って言うんですよね。ですから私たちが神様を拒んでしまった、光よりも闇を選んでしまった、光を嫌っている、光を恐れている、光を拒んだ時に私たちはその闇の結果である死というものを経験しなくてはいけません。闇である神様を受け入れていない部分、それが闇です。聖書の中でイエス・キリストが生まれた時にこの闇っていうことがすごく如実に書かれている部分があるんですね。人間の闇、それが何かというとヘロデ王です。ヘロデ王、皆さん覚えてますか？ヘロデ王は3人の博士たちがですね、イスラエルの王が生まれたということを私たちは知りました。その王に会わせてください、その王はどこにいるんですかと聞きましたね。それを聞いたヘロデ王はどういうふうに思ったかというと、ものすごい恐れを覚えました。自分が王であるはずなのにもう一人の王が生まれるとは何事かと言って、彼がしたことは何でしょうか？ヘロデ王何しましたか？ベツレヘムとその周りにいる2歳以下の男児すべてを殺せって言って大虐殺をしたんですね。これがそのある芸術家が描いた絵ですけれども、おそらく当時は2000人と言われています。2000人の男の子の赤ちゃんが殺されてしまいました、ヘロデ王の手によって。なぜヘロデ王はそんなことしたんでしょうか？それはヘロデ王は本当の光であるお方を拒んだんですね。本当の光であるお方を拒んだ、そして自分自身の内にある闇というものを、受け入れることができなかった。まあ、ヘロデ王は本当にもう極端な例かもしれませんけれども、しかしこのヘロデ王が持っている闇というものを私たち一人一人が持っています。しかし今日の御言葉が私たちに語ってくださる本当に素晴らしい知らせとは何でしょうか？それはもし私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められますということです。もし私たちが自分のうちに闇がありますということを告白するならば、光であるイエス・キリストは私たちのこの闇を清めてくださる、この闇に光を当ててくださるというんですね。ですから質問は、私たちは自分の闇を受け入れることができるでしょうか、自分の闇を認めることができるでしょうかということです。アルコホールアナニマスっていうグループ知ってる人いますか？アルコホールアナニマスっていうグループがありますけど、これは、アメリカから70年前以上前に始まって、そして世界中にどん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 広がったですね、これはアルコール中毒者を助けるプログラムっていうのがあるんですね。でこのことを学んでいくと、この AA っていう団体はですね、もうすごい教会みたいなんですよ。で、まあ、それもそのはずで、70年前に始まった時にはこの団体は、1世紀の初代教会をモデルにして、始まった、広がっていった、そして、アルコール中毒の方々を、助けているというふうな働きを今でもしています。世界中に100万人から200万人ぐらいの、会員の人がいるそうですね。でこのアルコホールアナニマス AA のミーティング、定期的なミーティングがあるんです、教会みたいに。でそこに行ってまず何をするかというと、自己紹介をしますよね。私の名前は何々です。そしてその後に言うことは、私の名前は例えばデイビッドです、そして私はアルコール中毒者ですっていうことを言うんです。そのことをまず、自分の自己紹介と一緒に、告白します。私は太郎です、そして私はアルコール中毒者です、口にするんですね、そのこと。そしてその告白することによって回復がやっと始まるんだというプログラムなんですね。まあ、先ほどこれが教会みたいだって言ったの、本当にそのまさにその、教会でもそうですよね。私たちクリスチャン、まあ、日曜日に来るとですね、もうにっこり笑顔になって、おしゃれをしてきたり、本当に何も問題ありませんみたいな顔して来る人ももちろん、
いますけれども、しかし私たちが本当になぜ教会にいるのか、なぜクリスチャンになっているのかというと、それは私たちの闇があるからですね。そしてこの闇を私たちはどうすることもできないんですよ。できればこの闇を隠していたい、できれば、光っていう状態はこの闇を照らしてしまいますから、この光から逃げたい、光を拒みたい、こっちの光を消してしまいたいと思う。しかしそこからさらに私たちクリスチャンは一歩進んで、私は中西悟です、そして私は罪人です、私には闇があります、私には暗闇があります、そして私にはその暗闇を自分自身ではどうすることもできません、だからこそ光が必要なんです、だからこそ神様が私には必要なんです。暗闇を認めること、暗闇を受け入れるからこそ私たちは回復することができるし、そしてお互いに交わりの中で歩むことができるんですね。もし私たちが自分が罪がない、私には暗闇がないんだっていうならば、私たちは清められることができません。回復の一歩を踏み出すことができません。しかしもし私たちがあらゆる不義を、また自分の罪を公に表すならば、神様は真実で正しい方ですから、私たちを許すことができる、光を当ててくださることができる。これが主イエスキリストにあって与えられている私たちの希望です。これが聖書の語る良い知らせです。先ほどの紹介したヘロデオ、本当にとんでもないことをしたなと思うんですけれど、彼の一番の間違いは何だったかというと、それは自分自身のうちに闇を認めなかったということです。むしろ彼は自分自身が光だと思ってしまった。王として、自分自身がこの世の光なんだ、自分自身が光だと思ってしまったら何が起こるかというと、他の光を私たちは邪魔だと思ってしまうんですね。自分が光なんだから、他に光が来たらその光を消さなきゃいけないと思っちゃいますね。そして2000人の子供たちを殺してしまった。本当の意味で光を歓迎することができるのは、それは暗闇の中で苦しんでいる人たちだけです。暗闇の中で苦しんでいるとき、私たちは初めて光を歓迎できる、初めて光によって回復することができるんです。共にこの光を待ち望み、この時期共にこの光を歓迎しましょう。お祈りします。愛する天のお父様、あなたが私たちに暗闇の中で苦しみ、暗闇の中で絶望し、自分自身を救うことができなかった私たちに対して、イエス・キリストという光を与えてくださったことを感謝します。私は罪人です。私には暗闇があります。そしてその暗闇を私たちはどうすることもできません、自分の力では。だからこそ御子イエス・キリストの光が必要です。主よ、どうぞ私たちの暗闇を照らしてください。そして私たちはこの光をもう恐れる必要はない、光を拒む必要はない、むしろこの光によって助けられ、救われ、回復されるということを感謝します。今日私たちはイエス・キリスト、世の光を受け入れます。主をどうぞ祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは献金を持って主を礼拝しましょう。